やったー！バーサーカー武蔵宮本、ここに召喚。しかしついに私も水着デビューか。実は前から興味あったんで大ラッキーなのです。ひと夏の冒険よろしくねマスター。カエサルさん、おや、何か物入りかな。ではどうぞこちらへ。楽しいものからこう。皆様お騒がせします。アーチャーのお酒部姫です。頑張って水着になりました。どうでしょうか。似合ってますか？似合ってますよね。必死に選んだので、できれば似合っていると一言いただけると自信が持てます。あら、奇遇ね。普段と雰囲気が違う。そうかしら。どうあれ、私が危険な女なのは変わらないと思うわよ。せいぜい気をつけなさいよ、マスター。どうこのウエスタンな剣士スタイル、武器も拳銃風にしたし、これで私も立派なガンマンです。恋口を鳴らす代わりに断層をガチャガチャ回すってのもありだと思う？今新しい武器作ってる最中でごめんね。着替えるのは次のお楽しみってことで。というわけで和風の水着をこしらえてみました。これで堂々と水着剣豪を名乗れます。え、和にしては露出度高め？まあせっかくの機会なんだし、これくらい派手でもいいかなってそうだ、鮮魚風水着ということで一つ。ここまで来たんだな。ありがとうマスター。バーサーカーな私ですが、おかげでまた境地に達することができました。女武蔵、どこまで付き合えるか分かりませんが、この縁が切れるまで頼れるお姉さんになりましょう。よし、レベルアップ。任せて。剣は元より他の腕前も上がっています。よし、レベルアップ。よし、レベルアップ。よし、レベルアップ。よーし、レベルアップ。任せて。剣は元より他の腕前も上がっています。